どうもこんにちは、今回はですね、好評発売中の深型メスティンをご紹介したいなと思います。今回ご紹介する深型メスティンはですね、以前ライブ配信をやってる時にですね、こういったメスティンが欲しいという声をいただいて出来上がったものになります。カラーメスティンのですね、600ml と比較するとこんな感じです。重ねてみましょうかね。横幅はね、大体同じなのが分かっていただけるかなと思います。こっちにしてもほぼ同じですね。ただ深さが全然違います。こちらのサイズなんですが、長さはですね、大体 17.4 センチぐらいかなといったところです。で、幅は 11.7 センチぐらいですかね。で、深型メスティンというくらいなので深さがかなりあるんですが、深さはですね、大体7センチとなってます。で、これすべてセットになってるんですけども、メスティンでね、料理するときに必要そうなもの、これがね、すべてセットになってます。肉などを焼くための鉄板、蒸し物などに便利なすのこ、料理には欠かせないまな板、そして鉄板を持ち上げるためのリフター、こちらがすべてセットになってます。まあ、今までのものだとですね、だいたいサイズが近いものを探してですね、それをこの中にね、スタッキングして使ってたという方がほとんどだと思います。ただね、今回に関しては専用設計で作っていただいてますので、まな板でしょ、で鉄板、そしてすのこ、これプラスリフターなんですが、リフターの上にすのこみたいな感じの方がいいのかな。で、ここからさらにですね、乗せようと思えばこういったね、これ外のシングルバーナーですが、この辺りも余裕で入ります。でこちらもね、好評発売中のものですが、一押しストアで販売中の、僕デザインのナイフケースですね。これは、8号から10号まで入りますが、これもね、実は入っちゃうんですよね、この中に。なので、この中に今何が入ってるんだ、鉄板でしょ、まな板、すのこ、リフター、シングルバーナー、ナイフ、これが全て入ってぴったりと収まるという作りになってます。ご覧のようにですね、こちらの中にはいろんなものがセットになってますので、これ1個でですね、いろいろなキャンプ飯を楽しむことができます。このセットメニューにですね、付属している鉄板なんですが、サイズが 16.9 センチ ×10.8 センチ ×0.6 センチとなってます。で、一番最初にですね、シーズニングが必要になります。まずは一番最初にですね、水洗いをしっかりしていただいて、その後にですね、洗剤でゴシゴシとですね、しっかり洗っていただいて、汚れをですね、しっかりと水で洗い流します。で、水分をしっかり拭き取った後に、今度はですね、この鉄板を焼いていきます。焼いていくとですね、どんどん色が白っぽく変わっていきますので、まんべんなくね、全体を焼いた後に油を塗ってから冷まします。表面も裏面もですね、同じように油を塗っていただいて冷ましてを繰り返します。だいたい 3,4 回ぐらいやっていただければいいかなと思うんですが、このあたりのですね、シーズニングっていう作業が結構めんどくさいっちゃめんどくさいんですが、一番最初にですね、鉄板を買う時の通過儀礼みたいなものなので、ここはですね、しっかりとやっていただきたいなと思います。で、何度か焼くとですね、鉄板がこう黒光りしてきます。そしたらですね、今度はくず野菜を適当に切って、鉄板の上で炒めて、鉄板の上の汚れをですね、しっかりと野菜に吸い取らせます。で、キャンプ飯っていうとですね、ご飯をがっつり作る方、当然ね、そういった方もいらっしゃいますが、どちらかというとですね、おつまみ、ソーセージを焼いたりとかですね、そういった軽いおつまみを作りながらこうお酒を飲むという方も結構いらっしゃると思います。そういった方にはですね、この付属の鉄板、大きすぎず小さすぎずというね、結構絶妙なサイズだと思うので、おつまみを作るのにはですね、かなり適した鉄板なんじゃないかなと思います。で、リフターもついてますので、こう鉄板がですね、シングルバーナーの上でこうよれたりとかっていうこともありません。で、蒸し物用のすのこなんですが、これはですね、蓋にぴったりとフィットする作りになってます。
なので深型メスティンということでですね、揚げ物をしたいという方もねいらっしゃると思うんですが、この蓋をですね裏返してスノコと使うことで揚げ物のですね受け皿としても使うことができるようになってます。で当然ですね蒸し物用の網としても使うことできますので、これもねいろんな使い方ができて楽しんでいただけるんじゃないかなと思ったりしてます。でこのメスティンはですねかなり深型になってますので、煮物とかねそういったものを作るのにもおすすめすることができます。今回はですねおでん2人前、14品ぐらいですかね入れてみましたが、中身が結構入ってるんで持ち手が大丈夫かなっていうのもちょっと心配したんですが、このあたりもね全く問題がありませんでした。で深型メスティンが欲しいという声のきっかけがですね、通常のメスティンだとですね肉まんとかを温めるときに、どうしてもね潰れてしまうという欠点がありました。なので深さを持たせることによってですね、潰さずに料理ができるようになってます。ということでこれ一つでいろいろな料理が楽しめる深型メスティンセット、スケーター公式サイトで好評発売中ですので気になる方はぜひ見てみてください。それでは